中国のキリスト教。中国のキリスト教は、中華人民共和国におけるキリスト教の歴史と現状を記す。中国には、古く7世紀の唐の時代には、ネストリウス派が、景教という名で伝来していた。以降も、元のジョバンニがモンテコルビーの野民のマテオリッチ、シンでは、ジュゼッペ・カスティリオーネやアダム・シャールのように、様々な宗派が、中国で宣教を続けた。一方、 歴代の中華王朝では儒教その他の宗教、共産党政権下では、共産主義のイデオロギーによる様々な形態及び、強度の宗教活動の制限や監視がされている状態が継続していた。しかし、改革開放政策の進展による経済格差や情報通信の発達などにより、共産主義イデオロギーの絶対性が崩壊し、 それに代わる精神のバックボーンとしてのキリスト教への、キエが都市部を中心に急に進展し始めた。そして、爆発的な浸透を農村部の深部や辺境地まで広げつつ、強制を増している最中であると伝えられている。プー研究所によれば、中国のキリスト教人口は1949年には100万人程度と見られていたが、2010年には5800万人まで。 急増しているという。現代の中国のキリスト教徒は、ブリタニカ国際年間の最新データによると、中国の人口の7から7.5%で9100から9750万人程度と記録されている。しかし、在米の中国人人権活動家や在日本の中国人ジャーナリストなどの知識人が把握している。直近の状況では、当局の監督下にある国家公認協会と、 非公認協会の合計が人口の10%を超える段階にしており1億3000万人を超えているという情報が有力である。現在、中国ではカトリック系統のキリスト教を天主教、プロテスタント系統のキリスト教をキリスト教、またはヤソ教と4区別している。ロシアなどから正教会も伝わり、これは東正教と呼ばれている。香港では ニキタスフ主教の下で、聖教会の活動が活発である。中国聖教会は、国旅交将ハルビン氏、新疆ウイグル自治区ウルムチ氏及び、同自治区の委任氏には参列することのできる教会を有し、近年は内蒙古自治区アル軍氏、新疆ウイグル自治区、ョチェ着氏での教会再建も進んでいる。聖教会の聖職者の活動は公認されていないが、中国人聖教徒で、 ロシアにおいて暗守され聖職者になった者、あるいは中国国外から到来した聖教の聖職者が洗礼等の機密を行う事例が相次いでいる。北京市朝日区にも一定数の聖教徒がいる。エベンキ族及びダフール族の一部も聖教の布教を受け、その儀礼を保っている。また北京のロシア大使館内にも聖教会が建設されている。 中国では、カトリック系の公認協会である、中国天主教愛国会の信者は500万人、プロテスタント系の公認協会である中国、キリスト教三次愛国運動委員会、中国キリスト教協会の信者は1700万人から1800万、とされる。この多多数の地下協会、中華人民共和国政府は、 カトリック教会のバチカン主国と国交を断絶しているため、バチカンの影響下にあるカトリック教会を非合法組織として取り締まりの対象としている信者がいるとされている。中国国内のキリスト教徒は全部で6000万人以上存在すると言われるが、その三分の二は非合法のの信者で取り締まりの対象となっている。全能神のようなキリスト教系の新宗教も、 信者を増やしている。現代の中国では、中華人民共和国政府は憲法で中国人民の信教の自由を保障しているが、一方で外国の影響を受ける宗教組織の活動は認めない方針をとっており、政府が公認しない教会は、政府の登録を受けられない地下教会となっている。他方、教派によっては、 中国政府の公認団体が任命した聖職者を自派の中国における正当な指導者と認めず、破門するなどの動きもある。中国共産党の幹部クラス党員やその家族の間にも広範かつ急速なキリスト教入信の流れがあり、日々勢いを増しているために中国政府は現実的な落としどころを探っており、特にバチカンとの関係修復に 積極的な動きを見せている。しかし、バチカンには、中華民国との国交があり、関係正常化のハードルになっている状況にある。中国政府は、香港でイギリス領時代から一定の影響力を維持している、香港カトリック教会の重鎮である、陳機君数奇教にバチカンとの仲介を依頼しようとの動きを見せているが、陳数奇教は、中国政府の宗教政策を批判して、 中介を拒絶している。2016年10月には改正宗教事務規定が出され、愛国心、平和、中国の夢、恩恵、道徳、そして良い振る舞いが盛り込まれた宗教活動に関する新しい草案が発表された。これ以降、地下教会の集会やイスラム教徒のメッカへの巡礼などが監視されるようになっており、 20人以上の集まりは徐々に難しくなっているという。改正宗教事務規定は以下の事例が禁止されている。アメリカのキリスト教迫害監視団体、オープンドアーズは中国をキリスト教徒に対する迫害が激しい国として39位にランクさせている。これはトルコやクウェート、ジブチといったイスラム諸国と同列となっている。 2018年9月22日、バチカンは中国との間で長年の対立事項だった司教任命権の問題で暫定行為に至ったと発表した。バチカンは中国政府が独自に任命した中国天主教愛国会の司教七人を追認す。一方、中国はフランシスコ法王をカトリック教会のトップと公認するなどの内容が盛り込まれている。この合意は 巨大な人口を持つ中国で布教を行いたい。バチカン側が中国に対して大幅に譲歩したとの観測もあり、中国国内の地下協会の信者たちは、自分たちは見捨てられるのではないかという大きな不安に襲われているとされる。法王は分裂を乗り越え、中国のカトリック共同体は一体になるべきだ。合意は過去の傷を癒し、 中国のすべての信者の信仰を回復する前例のないプロセスになると語り、中国の信者に行動を促した。合意はあくまで暫定であるため、現在の地下教会の指教や信者の処遇など、なお不透明な部分も多い。法王は地下教会の信者を念頭に、彼らはこれからも苦しむだろう。和平合意が結ばれるときは、双方とも何かを失うのが通例だと語り、 弾圧よりも対中関係を優先したと受け止められかねない発言をしており中国の地下教会信者は法王に対して失望の声が一層高まる可能性があるカトリック教会内部ではこの合意を根拠に中国政府が信者に服従を迫るのではないかという危惧があるという中国へのキリスト教の伝播は党の体操の時代に 京京と呼ばれたネストリウス派キリスト教が紹介されたのが最初とされる。大臣京京流行中国碑が残り、長安などに景教寺院があったことが文献に残るが、その後信者は減り、衰退した。13世紀には、ローマ教皇インノケンテウス4世に派遣されたフランシスコ会士、プラノカルピニがモンゴル帝国の首都カラコルムに到着したことに続き、 ニコラウス四世に派遣された、同じフランシスコ会のジョバンニラ・モンテコルビーノが、元の大都で、宣教活動を行い、多くの信徒を獲得した。フランシスコ会は宣教師を引き続き派遣し、1310年頃には、先週にも、フランシスコ会の修道院が建てられたが、その後宣教師の到来が途絶えたことで、中国のカトリック教徒たちは14世紀中に自然、滅ぼした。 13世紀には、ロシア人聖教徒が中国に移住したが、彼らの信仰も広大には伝わっていない。16世紀に入ると、大航海時代の流れに乗って、ヨーロッパの宣教師たちが、東アジアへ到来した。フランシスコ・ザビエルは2年半の対日で、日本人をキリスト教徒にするには、中国人をキリスト教にするほかないと考え、自ら中国宣教を試みたが、果たせず、 上川島で病没した。東インド管区巡察師、アレッサンドロ・バリニャーノは、ザビエルの意志を継いで、中国宣教の実現を図り、ヨーロッパ人の宣教師で中国語と、中国文化をマスターした者を宣教に派遣するという、大方針を立てた。この計画のために最初に選ばれたミケーレル・ジェリ、ラ・アキラケンは1579年に、マカオに帰して中国語を学び始め、 三年後には、マテオ・リッチ、リマ党がこれに加わった。リッチらは、苦労の末に、中国の土を踏み、自ら中国名を名乗り、中国の儒者の服装をして、中国文化の理解に努めた。彼のやり方は、後のイエズス会中国宣教師たちに引き継がれていく。リッチは1601年に、念願の北京入りを果たし、知識人たちと交わった。 リッチは1610年に没するまでに多くの教義書、科学書を簡約し、没後版で規定によって墓書を与えられた。イエズス会師たちは以後、明朝と清朝の宮廷を中心に活躍し、キリスト教を宣教しながら、西洋の最先端の科学知識を惜しみなく、中国に伝えた。リッチ以降の著名なイエズス会員としては、明の宮廷に西洋科学を伝えたサバティノで、 ウルシス、クマサンルケ、民末及び、新書の宮廷で歴法を伝えたアダムシャール、ユ、ジャクボウ、廷の信頼厚く工部次郎に任ぜられた、フェルディナント・フェルビースト、南海人、フェルビーストの後を継ぎ、後期廷殿を表したジョアシャンブーベ、白、進む、ネルチンスク条約締結において、新長側の代表として、ロシアと交渉したジャンフランソワ・ジェルビオン、 蝶誠及びトマスペレーラ、ジョニッショー章、高規定の側近として20年以上使えた、ドミニク・パルラン、ともえため、実測によって、紅葉前乱図を完成させたジャンバティスト・レジス、カミナリー・三代の皇帝に仕えて、多くの絵画を残したジュゼッペ・カスティリオーネ、ロー・セーネー、孫子、シ子、芝ーなどをフランス語訳によって、ヨーロッパに紹介したジョセフ・マリー・アミオ、 ノリヤきなどが挙げられる。17世紀後半には、ロシア人コサックが北京などに入植し、政教が再度伝来した。しかし、フランシスコ会やドミニコ会などが、イエズス会の適用政策を批判。イエズス会は中国における、偶像崇拝を容認していると教皇庁へ訴えた。これが、天霊論争である。欧州各国の王権が強まる中で国を越えて活動しながら、 強皇に忠誠を誓うイエズス会は危険視され、これを機会に総攻撃を受ける。天礼論争は単なる宗教問題ではなく、政治問題でもあった。1773年に中国におけるイエズス会は解散に追い込まれ、宣教活動も終止符を打つことになる。一方で、正教会は存続した。19世紀に入ると、 イギリス東インド会社の後ろ盾を受けたプロテスタントの宣教師、ロバート・モリソンが中国での伝道を開始。モリソンはマカオで中国語辞典を作り、簡約聖書を発行した。プロテスタント宣教師たちは、精力的に中国語、中国文化の習得に努め、相次いで聖書の翻訳が行われた。その翻訳に際しては、語彙の的確性のほか、 文体にまで注意が払われ、宣教師たちの間で活発な論争も行われた。プロテスタント宣教師による本格的な中国布教は1858年の天津条約、1860年の北京条約以降になるが、それ以前の19世紀前半に、すでに中国語訳聖書などの宣教の素地が出来上がっていた。朝末期に勃発した太平天国の乱は、 公衆税によって組織された宗教団体太平天国が引き起こしたものであったが、モリソンの歓約聖書の影響を受けたと言われている。ただし、太平天国はキリスト教の影響を受けているものの土俗的信仰の性格が強く、キリスト教の一教派とは普通見なされない。義和団の乱に際して、北京の聖教徒が多数知名者となった。 ロシアから中国への移住者が増えるにつれて、主流派正教徒の人口が増加し、中国人の寄生者も現れ、観光、上海、新教省などに、正教会が出現した。正教古儀式派教徒も中国東北部及び新教省に移住し始めた。白蓮教の乱によって、異端宗教の弾圧が始まると、カトリック教徒もそれら異端宗教と、しばしば混同され、 中国全体で信者の数は激減した。19世紀中央には、フランスとの間で結ばれた候補条約によって、不教保護権を獲得したパリ外国選挙会は、中国西南地方で布教を行い、他省からの移民コミュニティを中心に回収者を増やした。しかし、列教の圧力を背景とした、尊大な選挙は、反発を招き、共案と呼ばれる反キリスト教暴動も頻発した。 1916年に天津でフランス領事が教会拡張のために一方的な土地収容を行い、カトリック指導部と宣教の方法で対立していた天津福祉協番サンレブが事態を批判し左遷され、レブを支持する中国人信者がカトリック指導部に抗議運動を起こした老二司会事件と呼ばれる事件が起きる。事件は中国カトリック指導部内に論議を呼び、 不況保護権の見直しと中国人聖職者の登用の契機となった。1919年に教皇ベネディクトゥス15世より不教先の文化に敬意を払わず現地聖職者の育成を怠った従来の宣教の方針を改める会直が表された。1926年にはピウス11世によって6名の中国人司祭が司教に除解された。 ロシアの満州及び新教への進出、そしてロシア革命以降の動乱により、ロシアに存在していた数多くの教派の信徒が中国に到来し教会を建設した。第二次世界大戦後、中華人民共和国を樹立した中国共産党は、国内に外国の勢力の影響を受けた宗教団体の存在を認めず、キリスト教については、 政府主導により三次愛国教会を組織し、外国人聖職者を国内から晒らせた。特に、ローマ教皇を絶対視するカトリック教会は認めず、教皇大使のリベリ大使教を追放し、国内のカトリック教会を政府公認組織である中国天主教愛国会を通じて支配下に置こうとした。政府の公認教会である中国天主教愛国会では、 ローマ教皇にのみ認められる司教の専任と除解を独自に行っている。最近では政府の公認教会の司教もバチカンと政府の両方の認可を受ける例も出いる。政府支配下の教会への協力を拒否し、教皇に忠誠を誓う聖職者や信者の教会を地下教会というが、こちらは今もなお政府から迫害を受けている。また、 中国国内のプロテスタント系教会諸派は、三次愛国運動方針を示し、共産党と協議の上、中国キリスト教会宣言を表明して、中国キリスト教三次愛国運動委員会を組織し、さらに文化大革命のキリスト教弾圧を経て、中国キリスト教教会を設立した。だが未だに非公認の地下教会、家の教会は迫害されている場合がある。 エキュメニカル派は中華人民共和国政府公認の3、自愛国協会と交わり、福音派は家の協会と交わっている。このため福音派との交流は認められていない。2010年には中華人民共和国のクリスチャン200人が世界中の福音主義者が集まる福音派の第3回廊山の世界選挙会議に招待されたが、政府非公認の地下協会、家の教会のクリスチャンは、 中国政府によって出国を禁じられパスポートを没収された。中華人民共和国政府は福音派のローザンヌ制約とローザンヌ運動を拒否してを、またローザンヌ側は中華人民共和国政府公認協会の指導者を招待しなかった。中華人民共和国政府及び三次愛国協会の発表では聖書は足りているとされるが実際は政権があり、 不足しているため福音派の宣教団体が持ち込んでいる。2010年12月25日にはローマ教皇ベネディクト16世はバチカン四国サンピエトロ広場でクリスマス恒例の説教を行った際、先2010年11月より中国政府、中国共産党によるバチカン未承認のカトリック司教の任命やバチカン公認司教の弾圧を含めた。 中国国内におけるカトリック信者の弾圧について、宗教と良心の自由に対する制限があっても、心を失うことなく、キリストと教会への忠誠を保ち、希望の炎を灯し続けるよう訴え、また、政治、宗教指導者に、信教の自由を尊重する考えがもたらされることを願うとの異例のメッセージを述べた。バチカンの声明に対して、中国国家宗教事務局は、 極めて無礼で根拠がないと反論し、中国天主教愛国会の劉白年名誉議長もバチカンを非難した。しかし、中華人民共和国政府公認の中国天主教愛国会は、バチカンのみならず、日本をはじめ、各国主教評議会にも正当なカトリック組織とは認められていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。